じゃあうつ伏せに寝てください、はい、お楽にしてくださいね。ちょっとまず確認をしていきますね。今ちょっとどんな感じなのかっていうのね。はい、あ、でも結構背中は、まあ、猫背はありますけど、はい、まっすぐっすね。あ、分かる。うん、左右への蛇行はほとんどないですよ、うんうん、あ、いいじゃないですか。肩甲骨の高さも問題ないし、あ、なんか今までで一番歪みも少ないんじゃないですか。あ、よかった、うん、そういう感じします。腕が、はい、スペシャルで悪かったです腕硬かったですけど、あ、でもね、腕は硬い人多いです。やっぱりあの、うん、ジム作業してたりとか、そうです、うん、続けちゃうとやっぱり知らず知らず硬くなるので、なんか自分で揉みほぐしてもあんま改善されないっていうか、はい、うん、あ、足もだって揃ってますよ。あ、ピタッとくる。あ、すごい、うん、珍しいっすね。必ずずれてる。そうそうそうまあ多分多少ね、リフレやったり腕やったりしてる間に整った部分もあるとは思いますけど、うん、うん、あ、でもちょっとぜ、あの、あれですね、お尻の高さで右の方が高いですね、っていうのがありますね。はい、じゃあと肩の痛み見ますね。もらった。じゃあまず右ですね。あ、でもそんなめちゃくちゃ痛くはなさそうですね、うん、はい、ちょっと痛いぐらい。左は、あ、左の方が痛そうですね、うん、ね、これ痛いですね、うん、じゃ首見ますね。右左、首はでもそんなに左右差ないですかね、はい、肩の方が、肩がね、左が痛かったですね。はい、じゃあちょっと肩の左側だったので、肩の上にですね、両手こういう感じで置いてください。はい、はい、ではなんかちょっと揺らします。いや、でもなんか本当嬉しいですね。なんかこう体に対する意識がすごいいい方向に向かって、ね、ね、結果もちゃんと出てて、はい、うん、お母さんとかも喜んでんじゃないですか。あ、そうかもしれない。ねえ、多分本当の人が、うん。なかなか真夏は暑いから帰れないですけど、ですね、日中動けないですからね、うん、どのぐらい続くんですかね。なんかまだまだ暑そうですよね、うん、今年は梅雨終わるの遅かったから、うんうん、1ヶ月ずれそうですよね、うん、あ、確かにそうなんですね。7月中は結構涼しいぐらいでしたもんね。そうそうそう、だ9月もすごい真夏日ばっかりな気がする。あ、うんうんうん、確かに。なんかもうだんだんすごいなってきてますもんね。なんか長引く感じですよね、夏が。ねえ、うん、秋がすごい短くて。うんうんうん、確かに。
家事っていうのはあれですか、こう洗濯物とかっていう話が今出ましたけど、お料理とかもしてますか？してますね。おー、すごい。やっぱ外食ばっかだとお金がめっちゃかかるから、まあ確かに確かに。なんか料理なんか全然したくないみたいなこと前言ってたような記憶が、いや本当火と包丁が嫌いだから嫌だったんです。あ、そうですよね。そう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 怖いんですもんね。そう、コンロにまず火つけるのが結構覚悟がいい、最近慣れてきたんです。お、すごい、すごいですね、はい、人って成長するから面白いですね。そう、でもなんかやっぱりそう決心させたというかね、変わろうと思ったことが素晴らしいことですね。なんか火と包丁が苦手なのに料理をできるようになったってすごい大成長っすね。そうですよね、普通だったらもうその台所に入ることすらしないくらいになりそうですけど。いや、なんかやっぱり普通の女の子になりたいと思ったんだけど、普通のことがまずできないし、体も普通じゃないから、どうしようと思って、まず人並みになることが目標だと思って頑張っています。素晴らしいですね、はい、いやー、それはなんかいい話です、はい、やっぱね、努力しないと普通以下になっちゃうから、ね、いやでも実際そうですよ、あの方に限らず、やっぱりなんかそう、ね、そう、甘えたりなんかできる環境があるとみんな落ちますよ、堕落しちゃう。そうだよね、なんか職場とかも結局我慢しないと、人並みの生活水準保てないじゃないですか。そうですよね、しばらい確かにもう生きていくのって結構面倒くさいことと嫌なことの連続ですからね。そんなにやっぱりね、いいことばっかりじゃないというか、いいことはあまりないというか、いいこと少ないよ。でもなんかちゃんとやってるとこうちゃんと返ってくるっていうかね、なんか大事ですよね。まあ、そのなんていうか人並みにこなしていくっていうことが結局なんか幸せというか、はい、じゃあ戻して大丈夫です、腕を下ろしてください、はい、はい、で固めますね。で右の感じと左の感じでどうでしょうか。痛くない、だいぶ柔らかくなりましたね、はい、はい、ちょっと首、まあ、痛みはあんまりなさそうでしたけど、コリコリしてたのはどうですか。ないですね、はい、柔らかくなりましたね、首も、はい、はい、さっきねちょっとお尻の方が右が高い状態だったんですけど、それもまあさっきより改善してますね、うん、はい、あ、ちょっと、ちょっと腰が硬いですね、あ、背中硬いですね左右差はないけど、左右差はないけどどっちも硬いということで鉄板硬いは硬いです。でも前回よりだいぶいいですよね。前回なんか相当良くなかったじゃないですか。あ、そうですよね、やっぱベッドが改善されたのかな。まあ、ベッドは毎日のことですからね、大きいですよね。ちょっと叩きますね。
でもそうですね、鉄板ほどじゃないですね。腰の方が背中の上部に比べると硬いなと思いますけど、うん、うん、まあ、押せないほど硬くはないので、あ、うんうん、ちょっと痛いですかね、ここら辺、うんうん、ね、ほこりがあるのでズーンとね、くる感じですよね。届かないですもんね、自分、うんうん、でもこう気持ちいい痛さじゃないですか。そうなんですよ、気持ちいいような、うん、やっと触ってもらえたみたいな、うん、そうそう、気になりますもんね。そうなんですよね、腰周りは自分の手で遠くから触れるんですけど、はいはいはい、そこばっかりは。そうですよね、うん、そうそうそう、なんかちょっと厄介なとこですもんね、この肩甲骨の裏っぽいっていうか、少し奥めたとことか、うん、うん、やけに痛む日がありますね。ああ、はいはいそういえば今日くすぐったいっていうの出てないですね。あ、はい、確かに、はあ、うん、なんかあれですね、肩左の方が硬いっていうか厚みありますね。うん、右の方が押しやすい。うん、ところで、本間さん、はい、何か告知などありますでしょうか。あの仕事の告知はないんですけど、はいはい、最近ツイッターをやめて、はい、インスタグラムを始めたので、はい、よかったらフォローしてほしいんですけど、はい、名前が青井美琴っていう、ね、あ、そうですね、そう、はい、名字つけました、はいはいはい、つけてやってるので、はい、よかったら探してみてください、はい、あの貼りますね、あの青井美琴、ね、アンダーバーでしたっけ。あ、そうですね、下のなんか、うん、下の線ですよね、はい、アンダーバーが入って、はい、青井美琴、アンダーバー美琴でアカウントですね、はい、はい、ですね、結構あれですよね、肌の露出が多めの写真もあったり、はい、あ、そうですね、ですね、はい、まあ、お好きな方はぜひ、はい、お願いします。はい、私もインスタをやってるのでよかったらフォローしてください。では今日もありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタンと
ャンネル登録をお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。See you.